で今からねお尻触っていきますけども、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを背中の疲れとか腰の、肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまうことが結構多いんです。なのでお尻しっかり緩めていきますよっていうことですね。で私がわざわざ説明したってことはそう痛いんです。知ってる知ってた、なのに足でこれかと思ってそうそうそう、でこう曲げた時にね股関節骨盤がこう上がってくるって人は結構ねやっぱり、ね、痛いんで、よいしょ痛いよ、いやちょっと知ってたけど知ってたけど痛い痛いって言えば痛くなれへんから痛い痛くない痛くない痛くない、あー痛い、やっぱり痛いマジか、ストップ、はい、来た。じゃあ、お見せましょう。よし。よし、いいですか？大丈夫です。はい、よし。よし。レディーゴー！でー！やっぱりそうか！一回よ！痛い。あ、もうなんか全部が痛い。全部が痛い。緩んできた証拠ですね。なんか前の方も痛い。前の方押されてない。はいはいはい。聞くんですよ。痛い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 。よいしょ。痛い。痛いっていうよりなんか重たいって感じでしょ。いやなんかもう分からん。声出したら痛くなれんかな。で細かいところをね指で今から緩めていきますよ。ああ。はい、ちょっと待った。オッケー。オッケー。はあ、マジか。ああ。これ不健康やから。まあ汚れが溜まってるからですね。マジか。なんか1年ぐらい洗ってない換気扇のファンの油を切った換気扇のファンの汚れを今落としてる感じ。今日が一番痛い。あ、なるほどね、そらそうだ、はい、落としきれないよね。そうで、まあ落としきれないっていうか、うちは無理やり落としきるので。あ、マジか、そういうことか。で、そうすると次2回目とかに来られたら1ヶ月分だけの汚れと、もうちょっとなんか表面の疲れとかを取っていくので、今日よりは痛くなくなっていくみたいな。もうそこにしか希望がない。そうですね。そうそう、ああ一発目が、ああ痛い、ああああ痛い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 、ああI'm sorry.
ったりするんですね。痛い痛い痛いよ。よし、一発目、これ一発目、一発目が痛い。